皆さんこんばんは。自由と民主主義のためのための、自由と民主主義のための学生緊急行動シリーズの本間信勝と申します。今日は杉尾秀哉さんの応援に来させていただきました。今全国各地でこうやってお話をさせていただいています。その中でも特に長野県、本当に厳しい選挙区であると同時に、本当にここで勝てるかどうかは本当に大きい。なんとしても杉尾さん、皆さんの力で国政に押し上げていただきたい、そう思ってます。私は1994年生まれ、今21歳、今年22歳になります。そういうガキンチョがなんでこういうところに立って話をさせていただいているのか、そのことの意味をどうか考えていただきたい。上から目線のお説教じゃないんですよ。皆さんどうかお願いです。どうか皆さんの力を貸してください。この杉尾秀哉さん、国政に送るためになんとしても皆さんの力が必要なんです。今回の選挙、一部の人だけが頑張る選挙じゃない、杉尾さんだけが頑張る選挙じゃないんです。市民と野党が一丸となって、今の安倍政権の無茶苦茶なやり方、無茶苦茶な政治のやり方に脳を突きつけるために、そしてもう自民党に対する悪口はもういいんですよ。だってこんなに素晴らしい人が立ってるんだから、この人でしょ。落下作る健太さんとかどっちがいいですか。明らかじゃないですか。この杉尾秀哉さん、なんとしても国政に送るために皆さんの力を貸していただきたい。わざわざ県外から来て、ひよっこの若造の自分が何を言ってるんだと思われる方もいらっしゃるかもしれません。率直なことを語らせてほしいです。自分がこういうところに立つきっかけになったのは2011年3月11日がきっかけでした。あの震災と原発事故、本当にこのまま日本はどうなってしまうのかと思いました。その当時自分は16歳でした。今の大人は何をやってるんだと正直思いまして、はっきり言ってそれはもしかしたら皆さん方に対しても思ってたかもしれない。しかし安保法制が通って、あの時お前は何をしてたんだと言われる側に自分は立っています。今自分がこうやってお話をさせていただいているのは、日本の非戦の歩み、戦後71年の歩みを支えてきた先人の祖父母の父母のためだけではなくて、今を生きている皆さんの僕たちだけのためではなくて、これから日本に長野に生まれてくる子供たちのためなんです。そのために杉尾秀哉さん、どうしても国政に送り届けていただきたい。実際にあと動けるのもう1週間ないですけど、残りの全力振り絞って僕もできるだけのこと頑張るつもりです。どうか皆さん力を貸してください。共に頑張りましょう。この人を国政に送りましょう。そのためにできるだけの力全力振り絞って、本番はできるだけのことをやることをお約束して、私からの応援の挨拶とさせていただきます。